何その言い方、人を基準扱いしないでくださる？そんな、でも何があったんですか？私でよければご相談になりますよ。ユキは運命の女神に見放されたのよ。悲劇の連続なのよ。ガーン、やっぱり悲劇だわ。ユキちゃん悪い子になっちゃう。パネルクリア。私の負けです。はい、どうなさいました？あら、ずいぶんと可愛い看護師さんがいるのね。可愛いだなんて照れちゃうな。そのピンクの制服もとっても似合ってるわ。でもそんなミニだと患者さんに刺激が強すぎない？そうやって言われちゃうとなんだか恥ずかしい。でも私は好きよ、そういうの。スーチーフラッシュ、アイドル男子スーチーパイ開催。は真面目で器用なメイドのサナエさん。しかし彼女のストレスと緊張が頂点に達した時、ダークでグレートな暗黒の邪士チェリーパイへと変身するの。チェリーパイ剣山、いざ勝負となればワイルドなチェリーパイ。でも決着がついて緊張がほぐれるとのんびりほえほえなサナエさんに戻っちゃう。彼女と付き合うと疲れそうとは。必殺技はチェリーボンバー。カンした時にテンパってるバリンシャンツモで大当たり。でもリーチしてなきゃダメなのよね。見せてやろう究極の技を。やるじゃない。ごめんごめん、自己紹介がまだだったわね。私、三崎京子、このゲーセンの優秀なアルバイト店員よ。よろしくね。あなたこのゲーム結構やり込んだんじゃない？本当？うわ、じゃあそれって天才的才能ってやつじゃないの？すごいすごい。じゃあご褒美として今からデートしてあげましょう。さあどこへ行きましょうか。
自慢のあんこ入りパイは。あら、一つなくなってるわ。まさか。とっても美味しいです。全部飲んじゃった。ちょっとちょっといいかも。ゆき、学校の先生目指そうかな。ついた着物みたいのが横切ったような。こにゃにゃちは。ぎゃスーチーパイの生みの親といえば。はい、園田健一先生です。では先生はどうやって魅力的なキャラを次々と生み出してるのかな。興味あるわよね。あ、園田先生、あれなんで顔がじで隠れてんの。秘密なんだって。変なの。でも美少女キャラ誕生の秘密はお見せしますよ。